ライス、シーパーライス、SNS への投稿も大歓迎となっております。ぜひハッシュタグ伊勢シーパーライスとつけて可愛い写真もご投稿お願いしますね。今日はトドたちが食べているお魚についても順番に紹介していきたいと思います。トドたち現在3種類です。トドたち現在3種類です。皆さんの身近にもあります。サバやアジの他にもコハダといった魚を食べています。コハダはよくお寿司屋さんとかでおろされている状態で見ることがあるかもしれません。さあ今日は、ね、3種類のお魚、マジ食べれるようになったら玉数増やせれるんで。サイン出していいよ。しまいました。さあ皆様本当に寒い中ではあったんですが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ぜひ